こんにちは、泉朝日でございます。よろしくお願いいたします。さあ本日なんですけど、トンボと泉どっちの方が結局足速いの極寒の中、今日は走りで対決ということになりました。まあ鬼ごっことね、ガチ鬼ごっこ動画みたいなやつやったけども、うん、あれもね、まあ、決めて動いてるから、まあね、うん、正直そのリアルはないと、そこに今回はリアルでいいんだよね。まあ、リアル、多分リアル、多分リアルね、オッケー。じゃあ本日の東京オリンピックステイディアムだけ紹介していいですか。うん、じゃあ本日の東京オリンピックステイディアムです、どうぞ。またもや、また今回も走るのは 50m なんですよね。まあそうね、うん、測りました。さっきも測りました。もう俺たち 50m 走系 YouTuber になりつつあるよ。まあそうだね、何でもやればいいと思ってるからね。ほんと何でもかんでも 50m に落とし込めばいいと思ってるから、うん、それも良くないよそれ。まあそうね、うん、でも視聴者的にどっちが足速いのかっていう、まあそれは見たいよね。まあわかんないけど、それは、いやだってコメント欄に書かれてますよ、コンブさん、結局これ撮ってるコンブさんの方が足速いんじゃないのとか、コンブさんも実は走るの速いんでしょみたいな、あのね、あるね、あのね、視聴者の皆さん、あのね、僕は演じながら走ってるんです。全力で走ってるフリができるんですね。それはね、言いたいよ視聴者の皆様には。まあわかるね、今日でそれはえ、ちょっと、え、コムさん、うん、俺マジで走っていいんだね。マジで走っていいよ。俺正直だけど、コムさん、うん、マジで走ったら絶対俺の方が速いよ。本当に絶対俺の方が速い、マジで絶対俺の方が速いと思う、自信あるもん。まあ、俺もマジで言うと、うん、俺はマジで勝てる自信がない。なんでやるんだ、じゃあなんでやるんだ、自信はないんだ。まあそうね、最後に全力疾走をしたのなんかもう高校生とか、多分、まあ、確かにね、確かにね、そう、コンブさんと私はね陸上競技部でしたから、うん、その点で言えばね、お互いその字は一緒ね。まあそうだけど、あなたちょいちょいやっぱ走ってるじゃん。まあそうね、多分このぐらいの年代でプロアスリートを除けば俺が一番走ってるね、うん、まあやりますか。まあそう、もう寒いから、うん、ちょっと体一個言い訳先にしとくと、うん、体全然動かない。だからずるいよって、それもそれ一緒だから、寒いかっこ悪いよ。まあそうだね、まあ、俺勝ちたいと思ってないから。いやそれもずるい、はい、ずるいポイント。勝ちたいと思ってないとかダメよ、それガチで走る。質問答えてる風でいいですか。うん、いいよ。はい、絶対に負けないっす。絶対に負けないっていうか、まず勝負を挑んできてる時点でそれがおかしいなって思いました。なんかあの変な名前の方出しとってやりますよ。はい、また。もう負ける気はしないっすね。どうして行くよ。ん？行くよ。いいよ。よー。はい。いやいや。それはね、勝てるわけないよ、あんたそんなん持ってたら。遅いもの、今だって。いや、マジで、俺もう結構出してたけどね。いや、かなり遅いよ。腕が振れないんだもん、横向いて。確かにそれは遅いよ。それ本気って言う？もう言わないか。言わないでしょ。いや分かるよ、あなたは視聴者のこと考えてちゃんとね、なんつうんだろう、走ってる姿も抑えてあげたいとかさ、映像として考えたんでしょ。いらないよ。いやシンプルにマジで持った方が早いんじゃねえかなって。そんなわけないじゃない、人間工学。ね、腕は振りなさい。まあそうだね。当たり前でしょ。視聴者の皆さん申し訳ないです、あのね、コンブさん腕振れなかったんです今。なんで次は走ってる面、これ見れません。二人並んで青春を思い出しながら真面目に走ります。許してください。それで本気の決闘としましょう。いいっすね。マジで次本気出しますか。いいっすね、マジで。やりましょう。もう今からクリエイター泉朝日と、うん、カメラマンコンブじゃない。うん、泉朝日と。よし。行こうぜ、行こうぜ。
懐かしいねいいじゃん、あなたでも走り方あの時のままだ、いいね、本気出した、おーもうもうもう最後だけちょっとね、本気出してないってこと、いや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 、まあまあまあ、うん、並んでた方がいいかなと思いましてまだまだいけるよ俺は、予選、うん、どっち、予選ですよどっちよ、本気の予選です、あー本当に、うん、なるほどね、最後流しましたもんだって、おー本気出してないのなんでそれ、そこそんなに気になるのそれいや気になるし、それはまあ本気、本気って何割ぐらい、1割ぐらい、おあなたは、俺は7割ぐらいか、嘘つけじゃあ何の動画なんだよこれ、8割と7割の対決ってはい、あのね本部さん、はい、な、何泉谷朝日とカメラマン本気でやったらどっちが早いかみたいな動画いいんじゃない、じゃないんだよ、まあ主な7割ぐらいだしまああなた8割だしまあまあ昆布さん本気出してましたよ、昆布さんは完全に完全に本気出してました、もうね、うん、俺に挑もうなんざ7年遅いっすよ、でもちょっと懐かしかったですね、まあそうだね、それが一番でかかった、うん、2人で走って、うん、懐かしかったよ、まあこれね正確に言えばよ、あなたは跳躍の選手で、私はどっちかというとこう、まあ、混成の選手だったという、なんかここで言えば専門が違うからね、まあね、でも高校の時さ、その全員ごっちゃになって走るみたいな、うん、3、2、1、3セットの1ですわ今の、まあ確かに懐かしい感覚でしたよ、確かに、ね、たまにはやりましょうか、これ半年に1回ぐらいやっておきますまあ次まだろうね、修行してってことだね、うん、まあでもやりましょうよ、まあそうだね、うん、まあ、対決できるのは走りだけじゃない、だけじゃない、だけじゃない、どっちの方がこけんのうまいかとかね、それはまた違う、ね、どっちの方が自転車にぶつかるのうまいかとかね、それは違うと思うけど、うん、そういうね、お互いの才能が拮抗してるところで勝負していきましょうよ、まあそうだね、ただ残念ながら 50m 走に関しては泉朝日のアツ&ショー、これはもう揺るがないっす今日は、さあしてね、視聴者の皆さんですよね、これがなんか舐められたよね多分俺たちね、お前ら結局そんな走れてねえじゃねえかと、うん、あ言われてるでしょ、来い、ここまで来い、やってやるよ一緒に、俺も昆布もお前ら交えてやってやるよ、フルパワー見せつけたり、ああ見せつけたりましょう、わてらがなにわのフォーミュラカーや、それでは大人の人がね 50m 走走る場合は必ずたくさんアップをしてから走るようにしてください、ももちぎれるよ、また次の動画でお会いいたしましょう、ありがとうございました、うん、よしどうどんな感じ今体の状態、まあ、でも次はした方が一番早いかしら、次が一番早いんだね、うん